まあ、基本的にフロンティングのジャークベイトは魚に突き上げさせるんですね。縦ウィード、高さのある絨毯のウィードじゃなくて縦のウィードの方がやっぱり魚突き上げやすいですね。なんで結構高さのある、まあ普段だったらトップウォーターとかでやるんじゃないのっていうぐらいのところを今やってます。完全に密集してるところよりもある程度魚が動けるスペースがある。だいたい5月入ってから、まあ4月、結局あれですね、ウィードの丈次第で、だいたい11月ぐらいまでは有効です。11月いっぱいぐらいまで釣れますね。追いが悪いときはサスペンドとの併用なんですけど、やっぱ基本的に突き上げてくる魚はいい魚が多い。ジャークの幅なんですけど、結構これ強く思われるんだけど、そんなことない。ラインスラックを叩いてるイメージ。やっぱりラインスラックがうまく出てないとダートの幅が出ないんですね、綺麗に。まあ僕の場合はこれくらい、2ジャークしてワンストップ、2ジャークしてワンストップで、ポーズの時間はその時によるんですけど、まあ一応ポコンって浮いちゃうぐらいでいいと思います。魚が追いやすいリズムっていうのがあるんで。何せめっちゃくちゃはダメですね。めっちゃくちゃは今ボイスの650M これ使ってます。まあやっぱウィードレイク、まあもしくは魚が大きいところだとある程度ロングロッドのストロークが欲しいんですね。竿の強さっていうよりもストロークが欲しいんで 650M を使ってます。でこのロッドはやっぱりそのジャークベイトにすごく必要な要素を兼ね備えていて、まあこのティップの柔軟性、柔らかすぎず硬すぎず、柔らかいとやっぱりジャークが綺麗にルアーに伝わらないです。で硬すぎるとやっぱりそのショートバイトだったり、もしくはジャークした時に突発的に来たバイトに対して口切れが起こりやすいです。であとはスムーズに曲がるベリー、真ん中ら辺ですね、ロッドでいうスムーズに曲がるベリー、そして魚を止める力のあるバット、これがやっぱジャークベイトロッドには必要です。僕が使うのは基本的にそうですね、3タイプ4タイプぐらいですね。今使ってるシルバークローム系、ハスだったりとか及川だったりとか、まあ普通の小魚っぽいギラギラってやつですね。それとあとはキンクロ、あとはねブルーチャートタイガーって言って、イエローとブルーのこの明滅が綺麗に出るカラーがあるんですけど、それあとはあれですね、ボン、パールアユみたいなちょっと色の白い、もっとローライトの時、雨だったりとかにすごく効くカラーをだいたいローテーションさせますね。その日に入るのはやっぱ クロームシルバークロームから入るのが多いです。これで反応がない時は ルアローテーションしてきます。出そう。お、ついたぞ今。いいね、レーダーミノ。あ、出なかったか。くさ。ぐらいですか。シルバークロームですね、とりあえず。でこのここに赤割り変えてるのは結構肝で、リアフック1枚とかそういうショートバイトが多い時はここレッドに変えるとここにバイトが集中するようになります。結構実践的に、まあ釣れない魚が釣れるようになるっていうのはちょっとないですけど、ショートバイトとか周りにバイトが多い場合はここに変えるとここに集中します。じゃん。